今日の朝ごはんもいつものヨーグルトボールです。いただきます。おはようございます。今日は2月の28日木曜日でございます。今12時48分ですね。意外にちょっと時間が経っちゃってまたまたお掃除しておりました。ちょっとバスルームまだだったから、バスルームねちょっとしばらく先生は工事しててかなり散らかってたから、かなりっていうかこう結構散らかってたから、あのツールは片してくれたんだけど、なんていうの、金属のゴミとかなんかそういうのがいっぱいあってまだちょっと片付け中なんだけど、ゲストルームとか今日はもうある程度やっちゃおうと思ってキッチン以外はもう全部綺麗にしちゃって、キッチンとあと床は多分明日あの掃除機かけないの、もしくんのね今ちょうど関門期だから毛がもう歩くたび落ちるので、まあ、しょうがないんだけどね、はい。で今ね先生タイヤのトラックの方のタイヤのねチェックしにちょうど1時から予約が出てきたらしくて行っちゃったから、1時間ぐらいかかるって言ったか、まあ、多分2時ぐらいに帰ってくるから、その間に多分ねあのプレゼント届くと思うので、まあちょうどいいっちゃちょうどよかったかもしれないけど、まあ家の中入れてね帰ってきたらどうぞって渡そうと思ってるので、はあ、とりあえずちょっとまだお昼先生待とうと思うから、とりあえずできるとこからまだねあの掃除していこうと思います。ただいまゲストルームはこんな状況になっておりまして、全部綺麗なやつなんだけど、とりあえずあの使う掛け布団とかシーツ全部ここにとりあえず置いてあって、私の部屋と先生のオフィスに全部分けてね、6人寝るか、ここに多分エアマットレス1個しやるかなって感じだけど、あのベッドまだできてないからとりあえずこっちやっていこうかな先にね。私の部屋のベッドはひとまず完成いたしました。なんかね、色がすごい気持ち悪いんだけどね、茶色も黄色もなんか淡いグリーンとベージュみたいな、すごい色。このね枕がなかったらまあ色大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、なんかちょっと寂しすぎるから、あとこれちっちゃい枕ね、あのかさ増しにも使えるし、まあ、とりあえず置いときます。でここは2人寝るから、先生のお姉ちゃんじゃなくて妹と妹のフィアンセが寝るとこなので、タオル2枚ね置いて大丈夫かな、これでこの部屋はとりあえず完成です。ゲストルームは一応洗濯待ちのものがちょっとあるからとりあえずここまでで、で真ん中に多分エアマットレス使うと思うから、これをねこっち側に持ってこようかなって感じだけど、まあそれは先生が帰ってきたから後でやろうと思います。で先生の部屋のこのソファーベッドはこれちょっと痛いから、ここ真ん中がね全然パッドがなくて痛いから、あのマットレストッパーっていうのがねうちら今使ってるのがあるから、それをちょっと洗ってここにつけてシーツをかけようと思うので、これもまだ待ちです。多分もうそろそろ帰ってくると思うので、あと多分30分ぐらいで帰ってくると思うんだけどね、ここにねあのバースデープレゼント今届いたやつと前から届いてたやつがあって、あの包んで用意いたしました。こちらねこれ先に開けてもらって、その後あのガレージに置いてあるんだけど、ガレージに行ってもらって開けてもらおうかなと思ってます。お昼ご飯待ってようと思ったんですけど、もう結構時間経っちゃってるから先に食べていいそうなので、先生の分も残ってるからね先に食べようと思います。いただきます。先生帰ってきました。今年のね誕生日プレゼントはじゃじゃーん、こちらでございます。これちなみにカーペットではなくて、お庭にね置くあのパッティングするさ、ゴルフのあのパッティンググリーンの部分の人工芝を買いました。7フィートかける17フィートで結構大きいんだけど、これが7フィートで17フィートね横に行くから結構大きいんだけど、家の中にねこうやって置いてるとすごい大きく見えるんだけど、外がうちには結構広いから多分お庭に置くと少し小さく感じるかもしれないんだけど、やっとちょっとお庭のねやつを始めようと思って、ずっと先生このパッティンググリーンをね つけたいって言ってたから、まあどっちにしても人工芝にする予定だったんだけど、アリゾナは芝生の管理が大変だからね、スプリンクラーでお水がすごいお金かかっちゃうから、そう人工芝が結構一般的なんだけど、まあ人工芝のそのパッティンググリーン用だからすごい短いやつで、クオリティもまあまあいいやつを買ったので、これでね DIY でこのお庭にね、お庭のこのまあどこに置くか分かんないけど、この辺にこうパッティングできるパターでねこうゴルフボールをこう転がして入れられるやつを作ろうと思って買いました。でこれがそのボールがねコローンって入る部分なんで、こうちあの地中にこう埋めてここにね入る、これ4つ買ったから、まあ、4つねこの穴を開けてパッティングできるようにしようと思って喜んでくれたけどね、まあでも完成はまだ
ね、時間かかるから、どれぐらいかかるかわかんないけど、一応調べたらそんなに難しくはなさそうなんだけどね。まあ、完成するまでのお楽しみです。ゲストルームはひとまず完了しました。これね、かけただけだけど、洗ってたやつがね、乾いたのにつけて、まだエアマットレスは、作ってないけど、ここに。やる予定。明日やんないと多分明日までに空気抜けちゃうから、全部じゃないけど結構しぼんじゃうから明日やりますでね、このブランケット使ってもらって、とりあえず今日はそんなところかな。明日何時行こうか分かんないんだけど、まあ来るまでには用意できるからね、まあ、夜寝るまでに用意できればいいかなと思います。夕飯できました。今日もちょっと早めだけど、まだ6時半なんだけどね、ちょっと先に食べちゃおうと思って、今日はガーリックチャーハンとサラダもなんかもうレタスだけなんだけど、サニーレタスとあとジョジョエのね、いつものドレッシングでございます。あとでちょっ とオルマット行こうと思ってるから、先食べてちょっとゆっくりしてからあとでオルマット行こうと思います。ご飯食べ終わったのでね、今回ちょっとオルマットにお買い物行ってきます。オルマット着きました。ちょっとお買い物してきます。お庭用のサンダルを買えようと思って、98セントの売ってるね、今使ってるやつがね、ダイソーで買ったやつなんだけど、結構古くてもう破れちゃってね、歩けないから、もう全部一斉に変えようと思って。これなんか2ペアなんだけど、めっちゃ可愛くない？このサボテン柄、これも可愛いんだけど、これ普通に履けるね、普通に履けるねって言い方おかしいけど、普通に履ける用なんだけど、いいな、これ可愛い。これ2つで4ドルだから1個、1ペア2ドルでしょ。これも可愛いね。これも全部可愛い。これはちなみに98セント。1ペアで98セント。まあ庭用だから別にそんなに高くなくていいんだけどね。本当にこういうやつの方がさ、履きやすいっちゃ履きやすいけどね。靴下とか履いてても履けるから。ただこれだと6ドルだから、ちょっと高いかなって感じ。ちょっと今ね、どれにしようか見てます。とりあえず安い98セントのやつ、メンズ2つとレディース1つで、これは自分用に、多分ね、これだとね、使ってるうちにどんどんなんか底が擦れてきそうだから、もうお客さんが来た時にこれ履いてもらって、普段はこれちょっと高いけど6ドルだけど6ドル安い方だけどね、これにしようと思って、先生もなんかこういうスリッポンタイプっていうの、鼻がねない方が靴下とか履いてても履きやすいから、こういうのにしようかって言ってて、あと底もね分厚いから石がね刺さらないかなと思って今見てるんだけど、いいかな、6ドルずつで。今さ、このアーケードゲームのさ、こういうボックスのやつが売ってて、これね前も確か見せたと思うんだけど、ストリートファイターが売ってるんですよ。これいいよねってずっと来るたび話してて、200ドルぐらいだったかな。そんなにでもやっぱ高くないから、多分本物のね、普通のもっと大きいやつ買うと、20万とかするのかな、わかんないけど、まあ、それぐらいするから。まあ普通にお買い得なんだよね。全部入ってるし、何もね。しかもまあ、多分保証とかもついてるだろうし。いいね。お待ち帰ってきましたあれ、言っちゃったね。サンダルね、さっき見せたやつ。メンズが、とりあえず2セットよいしょ、9と10のサイズの2つと、これがちなみにね98セントずつだったから、あと普段履きって言ったらなんか変だけど、普通にまあこちらと普段のね生活外出るっていうくらい使おうと思って、これ L しかなかったから L にしたんだけど、ちょっと大きいけどまあいいでしょうって感じであと98セントのでレディースの7と7から8のサンダルを買ってきました。この辺はまあお客さんが来た時にね、来た時でもメイコちゃんとかお子くんがたまにうちに来るから、その時に外行った時に履けるようにわざわざ靴持っていかなくていいようにで、先生はこちらにしたみたいです。この2つはね、かなりしっかりしてるから良さそうですね。まあ、しばらく持ってくれるかなと思います。で、あとこれ、フォークとスプーンのセット、プラスチックのやつも買ってきました。うちに多分ね、なかったから、まあ使うかどうかわかんないけど一応ねと思って買ってきました。ということで今日のねウォルマートの購入品はこんな感じです。明日から一応3日間、金土日は先生のね家族が来るから、ビログもちょっとお休みしようかなと思うので、また明日じゃない月曜日からね
やろうかなと思っております。まだ片付けも全然終わってないし掃除機は明日かけようと思ってたんだけどね、何も終わってないから、とりあえず明日は早く起きて、多分3時くらいに着くとは言ってたから、まあ、それまでに準備しようかなと思っております。はい、そんな感じで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。ということで、また、月曜日のビログで、月曜日か火曜日かちょっとわかんないけど、次回のビログでお会いしましょう。バイバーイ。